職業塾連動を上げていきます。はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。はい、サブチャンネルのドラケーウォーク、今回もやっていこうと思います。今回ですね、私初めて職業塾連動を上げていこうと思います。ドラクエウォークを始めてですね、私10ヶ月ぐらいになるんですけど、はい。これまで職業塾連動というのをですね、上げたことがないんですよね。まあ、その上げられるというのは知っていたんですけれど、まあなんかね、あまり乗り気じゃなかったと言いますか、ちょっとね、考えるのが面倒だ。どの職業から上げていくとかね、そういうのがね、考えるのが面倒で、まあ、上げなくてもなんとかなってたので、まあ、上げていなかったんですけれど、まあ、ちょっとね、ゴールドが1億ですね、とか、1億を超えてるんですよね、今、10934649とですね、1億934万6449ゴールドあるわけですね。まあ、職業熟練度とか上げたりですね、あとは、まあ、真珠ですね、作りとかで、まあ、それなりに、ゴールドっていうのはね、消費していくんですけれど、まあ、私、職業塾連動全く上げていなかったので、これまでね、まあ、このような、ゴールドが、余っている状態になると、なっていると思うんですよね。で、まあ、で、まあ、とりあえずね、今回ですね、今いるですね、海賊魔法戦士スパスタバトルマスターというですね、まあ、この、メンバーでですね。まあ、それぞれ、職業塾連動5ぐらいまでは上げてもいいのかなと思っておりますので、まあ、ちょっとね、一人ずつ上げていこうかなと思います。で、まあ、職業塾連動ね、上げるためにはですね、ゴールドと石板が必要になってくるんですけど、この石板の枚数っていうのがですね、持ち物欄から見れないんですよね。ね、まあ、例えば今ね、バトルマスターだと赤と黄色の石板が必要なので、まあ、そのためのですね、所持数はわかるんですね。504個と、赤が504個と、こうですね、黄色かな、黄色が502個あるっていうのはわかるんですけれど、さらにですね、これそれぞれの色で学びの黄色の石板とかね、あとは磨きの黄色の石板、あと修練の黄色の石板とか、まあさらに、石板のね、よりなんか上級のやつもあったりしてですね、それらが何枚持ってるのかっていうのはちょっとわからないんですね。ちょっとまたあるのかもし、見方わかるの、あるのかもしれないですけど、まあ私が知らないだけかもしれませんが、とりあえずですね、まあもし知ってる方いたら教えてください。で、多分ね、これ熟練度上げていかないと見れないんじゃないかなと思うんですよね。例えばそのね、熟練度3まで上げると、ちょっと上、四角にですね、まあ、上下に凸がついた、ですね、学びの石板かな、多分こだと思うんですけれど、まあ、熟練度3上げるのには必要になってくりますし、で、5とかになるとですね、磨きであったり、あと、6とかになってくるとね、磨きとか修練の石板ね、ちょっと、八角形じゃないんですけれど、星型みたいなね、石板も必要になってきます。で、これらの石板、今自分が何枚持ってるのかっていうのは分からないということもあってですね、とりあえず、まあそういうこともあってですね。まあレベル、熟練度5まで上げればですね、とりあえずわかるんじゃないかということもあってですね。とりあえず、まあゴールドね、余らせててもね、石板も余らせてても仕方ないので、とりあえず、はい、上げてみようと思いますということで、やっています。初めてアップします。というわけで、ちょっとね、下の、この画面の下ね、見えないんですけど、習得するというね、ボタンとかが出ておりますが、まあ、とりあえずそこを押していきます。はい。で、いうわけで、まず、バトルマスターの熟練度1にしていきます。はい。というわけで、習得します。ちょっと画面の方が遅いですけど、まあ、いいや、とりあえず、はい、こんな感じですね。はい。習得していきます。どうなんだろう。ああ。こんなのが出るんですね。ちょっと、あや、スマートフォンの画面と自分の画面ね、ちょっとずれててね、音のタイミングとかずれてるんで、ちょっとどうかなと思うんですけど、とりあえず、はい、熟練度上がりました。力プラス10と器用さプラス7というのがつきましたね。ということで、
まあせっかくなんでね、まあとりあえず熟練度5ぐらいまでは上げてっていいのかなというところで、はい、さらに引き続き上げていこうと思います。はい、まあ熟練度2まではですね、普通に黄色と赤の石板のみしか使わないのかな。はい、熟練度アップしました。最大 MP プラス5、力がプラス10となりました。はい、引き続きですね、熟練度3とりあえず、はい、上げていきます。あ、ここでようやくですね、あの学びの石板、赤の学びの石板の量とかですね、あの見ることができますね。はい、まあ、やっぱりそうですね、まあ、ちょっとあのすいません、あのこのスマホの音とスマホの画面と PC の画面ずれてるのはなんか負荷がね、パソコンにかかってるみたいでした。はい、ちょっと OBS か、はい、OBS っていうソフトでちょっとあの表示が出たんで、はい、そうです。まあ、ちょっと関係なくてすいません。はい、熟練度3ね、上げていこうと思います。これまでね、学びの石板の残りの量とか分かってなかったんで、初めて見えました。まあ、とりあえず、ですね、こんな感じです。300枚ぐらいありますね、学びの石板。赤と黄色それぞれ300枚ぐらいあり。まあ、とりあえず、はい、習得ですね。はい、熟練度3に上げていこうと思います。はい。こんな感じですね。うん。はい。斬撃体ダメージプラス 2%。まあ、これバトルマスターにはいいですね。はい、力プラス5もいいですね。はい。で、次ですね。熟練度4もですね、上げていきましょうか。まあ、ちょっと、ゴールドがね、100万ゴールドとか、必要になってきて、ゴールドが結構消費されてきますけど、まあ、これぐらいならね、まあ、とりあえず、行きましょうということで。うん。はい。攻撃限耐性、幻惑耐性とかがつきます。はい。熟練度アップ。攻撃限耐性プラス 5%、幻惑耐性プラス 3%。はい。いいですね。で、次、熟練度5ですね。150万ゴールドをね、いりますね。あとは、そうですね。学びの石板と、あとは磨きの石板なのかな、もう必要になってきたりします。まあ、これもね、磨きの石板の量とか、残りの量が、ようやく初めて、これで、この画面で知ることができました。ということで、はい。はい。熟練度アップさせて5になりましたね。はい。このね、熟練度5はいいですね。スキルの斬撃耐技ダメージプラス 2% と、あと回心率 1% もまあつきますので、まあ、これはね、ありがたいですね。はい。というわけで、まあ多分この先に出てくるのがですね、修練の石板かな。140何枚とかね、あるやつなんですけれど、まあ、とりあえずね、熟練度6以上上げていくのを結構石板をですね、消費したりしますので、とりあえずここまでで、はい、止めておきましょう。はい。ということで次がですね、はい、スーパースターも、はい、熟練度上げていきましょう。スーパースターは青と緑の色の石板が、まあ、必要になってくるということですね。はい。というわけで、上げていきましょう。はい、身の守り7、素早さ14となりました。次ですね、熟練度に、上げていきましょう。はい、最大 MP プラス10、力プラス5となりました。熟練度3ですね。はい、行きましょう。はい。ここでですね、はい、学びの石板の数とかがね、ようやくわかりました。はい。スキル斬撃耐技ダメージプラス 2%、スキル HP 回復効果プラス 2%。もうこういうのもね、ありがたいですね。というわけで、熟練度4に上げていきましょう。これもね、学びの石板の残りの量が、はい、わかりますね。ここまで来ると。はい。熟練度アップさせて、魅了耐性プラス3、転び耐性プラス3、アップしました。次ね、熟練度5に上げていきましょう。はい。まあ、とりあえず、これで、まあいいや、磨きの石板の残りの量とか分かるようになりました。はい。で、熟練度5になりましたね、スーパースター。スキルの斬撃耐技ダメージプラス 2%、見かわし率 1% ということで、まあ、このあたりはね、ありがたいといえばありがたいですね。はい。というわけで、まあ、ね、レベル5まで来ると、そうですね、まあ、このね、下の表示で、
修練の石板の量もですね、磨きの石板、修練の石板の所持量も、まあ、わかるということになりましたね。はい。というわけで、まあ、とりあえず5までで止めておきましょう。次ですね。はい。次、魔法戦士ですね。魔法戦士も、上げていきましょう。というわけで、まあ、熟練度1にしていきましょう。まずはね。はい。熟練度1。はい。力プラス7、攻撃魔力プラス7となりました。では、引き続き、熟練度2にアップさせていきましょう。ちょっと画面の方遅れてますけど、はい。アップさせていきます。はい、熟練度の方をアップさせていきました。最大 HP がプラス14。結構上がりますね。はい。最大 MP プラス5に上がりました。次ですね。熟練度3にアップさせていきます。はい。ここでね、ようやくですね、紫のですね、学びの石板の量が、まあ、わかることになります。スキル斬撃対義ダメージプラス 2%、呪文ダメージプラス 2%。はい。で、引き続きですね、熟練度も4に、アップさせていきます。はい。熟練度4にアップしました。麻痺耐性プラス5。素早さ減耐性プラス3ですね。はい。まあ、あんまりありがたいものではないですけど、はい。まあ、とりあえず、はい、熟練度5にアップしていきましょう。まあ、ここでね、磨きの石板の残りの量もわかるということになります。はい、熟練度5までアップしたので、まあ、次、熟練度をね、6にアップするのにですね、ためにですね、修練の石板もですね、必要になってくるんですけど、まあ、ここでようやく、石板の数がね、分かってくるとね、修練の石板の残りの数も所持数が分かってくるということになります。まあどちらか、まあそうですね、今出てるのが、ちょっと黄色でいいのかな、まあ黄色の石板と紫の石板なんですけど、まあ黄色の石板がですね、多分必要な、職業が多いんですよね。で、だから黄色の石板が、早く消費されるということになってくると思います。まあ、この魔法戦士もそうですね。先ほどバトルマスターのとこで、ね、黄色の石板結構使ったっていうのもあるので、まあ、その分ね、黄色と紫、大体同じぐらいだったのが、ちょっとね、黄色の方が少なくなってるということです。はい。魔法戦士ね、熟練度5まで上げたので、はい、次最後、海賊ですね。海賊も熟練度を上げていきましょう。まあ、これもね、海賊も黄色と青に、の石板必要なので、はい、ちょっと黄色の石板が、また消費していくと思います。はい。で、まあ、ゴールドも見てみるとですね、1億超えてたんですけど、9794万ゴールドとなっております。まあ、とりあえず、はい、上げていきましょう。熟練度1に上げていきます。身の守りプラス14と危機要素プラス7になりました。次ですね、熟練度2に上げていきます。はい、最大 HP プラス10、力プラス7となりました。次ですね、はい、熟練度3にしていきましょう。はい、熟練度3にして、スキル斬撃対義ダメージプラス2で、力プラス5となりました。で、次ですね、熟練度4にしていきましょう。はい、熟練度4になると、はい、麻痺耐性プラス3、転び耐性プラス3となります。熟練度5に上げていきます。海賊の熟練度5に、上げていきます。上がりました。スキル斬撃対義ダメージプラス 2%、幻惑耐性プラス 3% となりました。はい、ということで、まあ、ここでね、ようやく、まあ、ようやくじゃないですけど、はい、とりあえず、熟練度が、今いるね、職業については、海賊と魔法戦士と、あとは、スーパースターとバトルマスターの、まあ、4職業ですね、熟練度5まで、はい、上げてみました。まあ、とりあえずね、熟練度ある程度上げると、自分の持ってるですね、石板の量がわかるということが、はい、わかりましたので、はい。まあ、他にもですね、石板の量を確認する方法をご存知の方ね、知ってたらまた、もしよかったら、
コメント欄の方に書いてもらったらと思います。はい。というわけで、今回ですね、熟練度の方をね、ちょっと上げてみましたということですね。はい。というわけで、まあ、またね、熟練度を引き続き別の職業についてもね、上げていこうとは思っております。はい。というわけで、今回の動画以上になります。まあ、参考になるかならないかちょっとわかんないですけど、もし参考になれば幸いでございます。もしよろしければ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。